今回は呪術廻戦の最終話第271話についての反応集、みんなの熱いコメントを見ていきましょう。皆様の感想もコメントで教えてね。1億突破してたのか、おめでとう。もう少し伸ばしそう。イタドリ五条宿な主要キャラの言葉最後に入れてよかった。大団円だね。宿儺の二度のチャンス、誰、まさか裏梅。意外とカラッとというかあっさり終わった。呪詛師と被害者の因縁に対する感想が釘先と伏黒で対照的だったのは面白かったな。そういや伏黒ってこの手のダメ人間には容赦ないタイプだったし、釘先は釘先でわりかし同情示すタイプだったなと。なんか思ってた100倍五条が就活してる。スブルのいない世界を過ごすのやっぱ辛かったんかな。埋まらないという確信のある寂しさを抱えるのは。アクタミゲゲラストに中指を立てて終わる。単体で見ればある程度まとまってていい回だった。でもこれ最終回、最後の任務いる。まあ個人的にはあってよかったかな。五条いなくてももうこの3人はやっていけますよって示してる感じがあって。なんてことない任務をなんてことなく終わらせて、こうやって呪詛師と呼ばれる人がいて、そんな人にイタドリがこういった言葉をかけられるようになって、だからすごく好きなんだよね。最後に普通の戦いというか、こう後日談的なやつで戦いを挟むのは割と普通じゃね。最後まで匂わせ、宿儺、平安編は語られず。できればこの3人での活躍をもっと見てみたかった。野原、奇跡の生還を果たしたというのに、ふみちゃんにも沙織ちゃんにも再会せず終わるのか。今読み終えたよ、言っていい。最後のコマめっちゃ好きなんだけど、わかるやついる。わかる。うまく言えないけど雰囲気がめっちゃいい。あと百葉箱から始まって百葉箱で終わるのもいい。まあ完結おめでとう。でもよ、この構成でこのオチにするなら、宿儺と裏梅の過去編はやっぱり絶対に必要だろう。もう素直に平安過去編やれよ。次回作それかもしれんし。どう見ればいいんだこの最終回は。本当に何事もなく迷惑呪詛師捕まえて終わるとは、指はもうわかんないや。呪術師として呪霊を払ったり呪詛師を捕まえていくって日常になったよってことなのかなって思ってる。最終回を読み終えての感想が、もっとたくさん伏黒や釘崎の活躍が見たかったと、もっと早く宿儺の掘り下げをしてほしかったです。以上。最終版での野原活躍会は欲しかったよな。裏梅じゃない方って誰なんだ。女性っぽいけど昔の天元ってわけでもないし、母親。剣弱の元の姿じゃない。宿儺は剣弱の誘いに乗って呪物化し、誰も尊ばない生き方を選んだ裏梅と共に、人として慈愛に満ち溢れた生き方を選ぶ選択肢もあったってことだと解釈した。アニメでやるのかなその辺。今まで散々叩かれたけど、ここまではっきり五条は最初から死ぬつもりでしたよって書かれると、五条死亡前提作戦ももっと楽に勝てただろ、反省会もまあええかって気持ちになってくるな。五条自身も満足しだし、まあええか。あれ裏梅か、なんで泣いてんの。ご本人は笑顔で死んだのにな。ほんで打点ってなんやったん。最終回からすると、俺はグレテルのかっこいい表現なんだなって。転生設定あるから、次転生があったら丸くなってるってことかい。まだ読んでいたい。これも呪いの一種なのかな。まだ呪術の世界を巡りたいよ先生。裏梅を選んで今までとは違う人生を歩もうとする宿儺は五条の南へ。その対比かな。たまに予想されてたイタドリの息子か孫に転生するパターン、もしかしたらあるかもね。必要だろ、平安過去編。読み終えた。イタドリが勝ったから宿儺の指も捨て、五条が五条悟を捨てる気持ちを持って、宿儺が負けたので呪いを捨てて次に行った。ってことか、これイタドリが全部呪いを断ち切っててすげえ大団円って感じだ。
宿儺の後ろにいた女ってまさか賢者か。すごい明るく前向きに終わってくれた。明かされなかったこともかなりあるけど、独了感の良いラストで好き。終わってしまった。作中最後のセリフが真人なのは草。普通に言い終わり方だった。変にずらすよりもこういうのでいいんだよ。平安系の設定全部抱え落ちしやがった。1話で語れないのは分かってたけどさ。打点はね、宿儺もそういう時期があったんだよ。なんか普通に終わったな。最後の泣いてる子は天使なのかな。宿儺に愛を教えたのあの女性か。誰つまんねえよ。宿儺丸くなりやがって。呪いの王だろ。つまんねえよ。なんかこれで終わりとか言ってる人いるけど、最終回としては無難な気がする。最後の宿儺の指で呪いも回せたし。さっぱりすっきりな終わり方で好きだった。本当に今までお疲れ様でした、芥見先生。自分は明るく終わって好きだよ。好きだけど宿儺と裏梅の話は想像するしかなくてちょっと足らねえよの気持ちがすごい。でも賢者が女っぽいのでよし。あれあの巫女賢者だよね。宿儺がいなくなっても呪いが回るのは呪術廻戦らしくていい終わりだったよ。最後の指はどこから出てきたんだ。野原が友なりしてたやつ。伏黒が板取りに雑にひっぺがされると狂信して消えるみたいなこと言ってたような。予測は予測でしかなくて残ってたのか、あるいは伏黒のセリフはあくまで宿儺の魂が残留できないだけで指は残るって意味合いなのか、はたまた全く別の指なのか。それだとしたら百葉箱に入ってるのが謎だわ。板取りが言ってるように魔除けとしてなんじゃね。終わってしまって喪失感を感じるけど、友人たちの成長など見れたので満足だ。宿儺が言ってたのってよろずと裏梅。とりあえずすっくんの過去編くれ。それ以外は満足です。3人組の絡み見れて本当に良かった。この乙骨と牧のツーショット好き。特に乙骨の表情。とりあえず宿儺が縫え使えたから、四季が見引き継ぎとして残ってるのは緑剣、玉、ダット、晩鐘、寒牛か。なんとかやっていけそうではあるな。縫えいないのがちょっと辛いが。マコラの力も誰かに引き継がれてんだよな。宿儺の器になったおかげで近いうちに領域完成するだろうし、時間かければ反転とかも使えるから、乗っ取り前よりは強くなれるはずではある。あとはフィジカルがなって感じ。宿儺が言ってた2人がマジでわからなくて、誰よその2人ってなってしまって、その後の会話頭に入ってこなかった。やろうよ平安編。最終回で伏線増やすのなんなんだよ。マジで外伝出してくれ。任務で分かったこと。伏黒の玉剣は健在でした。それが分かっただけ収穫はあったね。コナミ感。表紙なんで火車だけ後ろ向いてんだろ。最後に指出して不穏感出してるけど、狂信で死んだ。出がらしかつ宿儺は丸くなっていつか転生するだろうし、宿儺の指特級呪物宿儺の指じゃん。この際言い訳でも何でもいいから、ファンブック第2弾で全てを説明しやがれ。いやお願いします。すっくんの過去編やってほしかったな。最後までクソな真人ってやっぱ神だわ。最後までいい悪役だったな。裏梅実質黒幕兼ヒロインで草。板取りと五条の回想シーン、これもっと早く出してほしかった。真人が出てきたのは意外だった。しかし宿儺の過去ろくにわからないままだったのは本当にどうかと思う。あと最後の指、あれ何、放置してていいの。何か最後の最後で疑問がいろいろ出てくる。最後の指が不穏な感じで後味が悪い。もう大丈夫やって。本当にただの魔除けでしかないんや。板取りたちが両面宿儺を倒したんだから。すごいすっきり終わったな。芥見よ、五条を忘れさせたいなら五条の墓をかけ、そしたらみんな忘れる。またしても謎の用途に使われる百葉箱くん。
すっくん自分の呪いを恐れてたの。俺は呪いだとか言ってたくせに。イタドリの笑顔が見れてよかったよ。こういうの一杯見たかったよねって1年生の任務でよかった。いいラスト。イタドリよかったな。本当よかったな。救えたな。釘崎ちゃんと強くなってんじゃんと思った。明らかにフィジカルが強化されている。でも建物を壊すな。カラー表紙と1年ズのコメディタッチな絡みが見れたのよかった。あと少なの過去編がマジで気になるから外伝書いて。あっさりと終わったなって思ったけど、個人的にはすごくいい終わり方だったな。スクナが死をもって救われてて感動してしまった。これを本人が救いとみなすかはともかく呪いの王、最強としての重荷を下ろしている。なんとも言えない事実らしいハッピーエンドでよかった。この登場人物たちの物語、すごいよかったわ。謎が残ってるのはそうだが、ゼロでだってこの世界のこと詳しく全部書かれたわけじゃなかったし、彼らの物語はこれでいいんだ。よかった。期待してるが連鎖していくのぐっと来ちゃった。数年後エンドじゃなくてよかったと思ってる。夢落ちバッドエンドじゃなくて本当によかった。このままみんな前向きに生きていってくれ。あとウサミって結局誰だったの？ウサミって誰？って声を見るたびに、あ、アニメからの新規さんかなって嬉しいような少し寂しいような気持ちになるね。そうだよな、アニメには出てこないキャラだし知らなくて当然だよな。2018年に呪術廻戦の連載が始まって6年、そんなキャラ一度も出てきてねえし、ウサミって誰だよ。小僧と共存ルートは出なかったけど、言葉自体は届いてよかったな。来世は普通に生きてるかも。最終話はこのくらい明るくやってくれていいのよ。先週のビキから期待したもの、ど真ん中で大満足だわ。軽い感じで終わってくの個人的にめっちゃ好き。今回任務も面白かったし、まさかの真人再登場でスクナと語らうとは思ってなかったし、でめちゃくちゃ楽しめた。楽しめたんだけど、なんていうか呪術廻戦としての最後を思いっきり感じる回だったから、本当に終わっちゃったんだなって寂しさが心のどこかであって、今終わりたくねえよの高場みたいな感じになってる。面白かった、面白かったけど、みんなはいいの。呪術廻戦は最終回なんだよ。1話から最終話まで見られたらそれでよいの。満足感たっぷりで読み終えたけど、好きだったから少しだけ悲しい。妙に読後感が良かった。大好きなキャラクターたちの完結が見れたし、呪術廻戦らしい緻密な心情描写という意味で、今までの呪術廻戦とは違った清涼感のあるラストで、すっきりとした読後感とも読めないんだなって赤涼感を同時に感じた。芥見先生ありがとう。今回みたいなしょうもない呪詛師や呪霊の対処が呪術師の日常なんだろうなってのが見られてよかった。みんな幸せになれそうなエンドで本当によかった。でも本誌で呪術見れなくなるのは寂しいよ。ノーマルエンド感でもやろうと思えば第2部とかできそうだし、次回作まで全裸待機やな。正直イタドリだけじゃなくてスクナも呪いを断ち切ったエンドなの。イタドリが信じた通り、人はそれだけで決まらないって信じた通りになったんだな。ってなんかすげえ嬉しいんだ。裏梅も報われてよかったな。となる、そして呪いの真人が呪いらしく感覚に変化ないのも好きだ。最後の百葉箱、いい。それでいい。最後のページの最後のコマがめちゃくちゃ好きなんだよね。始まりがここであり終わりがここでもある。魂が消滅してるから文字通り魔除け程度でしかないけど、この指を出して始まった物語だからこそ、ここに最後の残った指を収めるのがすごく巡ってる感じがしていいんだよね。このシーン良かったわ。五条悟らしくもあり、先生らしくもある絶妙な塩梅だと思う。一年ズがキャッキャしてるだけで嬉しいんよ。みんなの日常がこれから続いている感じが良かった。表紙もすごく良かった。バッドエンドじゃなくて良かった。呪術廻戦最終話の読者の反応でした。芥見先生の次回作もお楽しみに。